どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの案件なんですけども、ポイントサイト EC ナビでですね、 ANA JCB クレジットカードの案件が1万2000円までですね、ポイントアップしておりますので、こちらについてね、解説やっていきたいというふうに思います。個人的にはですね、かなりすごいかなというふうに思っておりますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。でですね、今回の案件なんですけども、ANA の JCB クレジットカードを発行とですね、JCB のリボ払いサービスであるスマリボっていうのにですね、登録するだけで1万2000ポイントがね、もらえるというふうになっておりまして、こちらね、何がおすすめかっていう話なんですけども、こちらありますよね。ANA JCB ソラチカカードなんですけども、こちら一時前までですね、私のようなねリクマイラーにとってはですね、もう必須のクレジットカードというふうに呼ばれてたわけなんですよね。まあ、今現在はねもう必須ではなくなったわけなんですけども、こちらのねソラチカカードね持ってる方、まあ、かなり多いと思うんですよね。でですね、今回の案件についてはですね、こちらのソラチカカードを保有している方でも利用することがねできる案件っていうふうになってるんですよね。ということでですね、早速私もね発行させていただきました。でですね、ポイントサイト EC ナビの1万2000円分のねポイントの加算上限はねこんな感じになっておりまして、先ほど言った通りですね、新規発行とクレジットカード発行するときにですね、スマリボの設定が必須というふうになっているわけなんですよね。でですね、こちらのスマリボに関してはですね、ちょっと後で解説させていただきますね。で、今回の案件の対象のクレジットカードなんですけども、ANA の JCB ワイドカード、ANA JCB 一般カード、ANA JCB カード括弧学生用、ANA JCB カード0というふうになっておりまして、こちらねスターウォーズのね券面も OK っていうふうになっております。でですね、今回のポイントサイト EC ナビの案件に関してはプレミアムカードのね記載がないっていった形になっておりますんで、プレミアムカードはね対象外っていうふうになっております。ということで、その他のね ANA カードであれば対象っていうふうになっております。でですね、今回の対象のクレジットカードの年会費をですね、ちょっとねまとめさせていただいたんですけども、こんな感じになりますかね。 ANA JCB 一般カード、 ANA JCB ワイドカード、 ANA JCB ワイドゴールドカード、 ANA JCB ソラチカカード、 ANA JCB ソラチカゴールドカード、 ANA JCB カード0ということで、どれがおすすめかっていう話なんですけども、基本的にですね保有してないカードであればねいいかなというふうに思うわけなんですけども、個人的にはですね、ソラチカカード保有されている方に関してはですね、 ANA JCB 一般カードがねいいかなというふうに思います。でですね、ソラチカカード保有されてない方であればですね、ソラチカカードでねいいんじゃないかなというふうに思います。どちらもですね、初年度年会費無料っていうふうになっておりますんで、入会ボーナスとして1000マイルがねもらえるっていった形になりますんで、こちらの2つがねおすすめっていった感じになっております。またね、 JCB カード0っていうね年会費無料のねクレジットカードがあるわけなんですけども、まあ、こちらでもいいかなというふうに思うんですけども、 ANA カードはですね、一般カードであっても入会ボーナスがね1000マイルもらえるっていった形になりますんで、こちらはね ANA JCB カード0っていうクレジットカードは入会ボーナスがねもらえないっていった形になりますんで、まあ、せっかくだったらですね、入会ボーナスもらえるね ANA JCB 一般カードか ANA JCB ソラチカカードがねいいかなというふうに思っております。それでは次にですね、今回ねポイントサイトの加算上限としてスマリボのね設定が必須というふうになっておりまして、設定しないとですね1万2000分のポイントね取りこぼしてしまうっていった形になりますんで、発行する際にですね確実にねスマリボの設定ですねするようにしてください。でですね、こちらリボ払いということで、まあリボ払いね嫌な方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、設定して発行してですねポイント付与がされたらですね、こちらのスマリボね解約することができますので、こちらについてはですね概要欄に JCB の公式サイトね載せておきますので、そこからね解約していただければなというふうに思います。注意ですけども、ポイントがね付与された後にですね解約ねするようにしてください。でですね、一応ねこのスマリボっていうのをね説明しておくと、 JCB のねこのリボ払いサービスのスマリボにはゆとりコースと標準コースっていうのがありまして、ゆとりコースに関してはですね月5000円以上利用すると
手数料が発生するっていう仕組みになっておりまして、標準コースの場合はですね1万円以上利用するとですね手数料が発生する仕組みというふうになっておりまして、クレジットカードをね利用する場合であっても各コースの今言ったね金額以内でね納めている場合に関しては手数料がねかからないっていった形になります。ですので各コースですね今言った5000円1万円をね超えるようであればですね手数料がね発生する仕組みというふうになっておりますんで、まあ、基本はですね今回のクレジットカード案件に関してはクレジットカードを発行する、でその発行する際にスマリボの登録だけで1万2000分のねポイントがもらえるっていう風になっておりますんで、個人的にはですねクレジットカード手元に来たらですねポイント付与まで待っていただいて基本はね利用しない方がいいのかなっていう風に思います。まあ利用はしないんですけども発行してね全く使わないでですね1年経たせるっていうのはですねクレジットカードヒストリーっていうクレヒスというね呼ばれている、まあ、信用情報みたいなのがあるわけなんですけども、こちらの履歴がねあんまりよろしくないっていった形になりますんで、まあ、スマリボをね解除した後であればですね、まあ、普通のクレジットカードと一緒っていう風になりますんで、まあ、1月ですね少額でもいいのでね決済していただければなっていう風に思います。それでは実際の発行方法ですね簡単にね見ていきたいなというふうに思っております。まずですねポイントサイト EC ナビからポイントゲットをねクリックしていただいて ANA JCB のねページに行きます。で ANA のね JCB のページに行ったらですねこちらねスマートフォンの画面なんですけども ANA JCB 申し込みはこちらというのをねクリックしていただきます。そうするとですねクレジットカード発行画面にねなるっていった形になっておりますんで同意してね次に進んでください。で次のページにね行ったらですねカードの種類をですね選んでいただくっていった形になりますんで、まあ、こちらはねお好みで選んでいただければなというふうに思います。でお客様番号であったりですねポイント選択コースということで、まあ、こちらに関してはですね一般カードでこちらの10マイルコースを選んでしまうと手数料がねかかるっていった形になりますんでマルチポイントコース5マイルですね、もしくはマイル自動移行コース5マイルですね、こちらを選択するようにしてください。その次にですねお名前とか住所とかをですね入れていただくっていった形になっております。それでは個人情報をね入れ終わった後にですねスマリボの登録ということでこの画面がね出るっていった形になりますんで、こちらでですね残高スライドゆとりコースもしくは残高スライド標準コースをですね設定して発行するようにしてくださいね。まあとりあえずね気をつけるところはこちらっていった形になっておりまして、このスマリボをですね見落としてしまってスマリボに登録しないよねチェックしてしまうとですね、まあ、今回のねポイントもらうことができないっていった形になりますんで、ここだけね特に注意していただければなというふうに思います。それ以降に関してはですね規約などにね同意していただいて発行していただくっていった形になっております。でですねクレジットカードの発行が全て終わったらですねこんな感じの画面がね出るというふうに思うわけなんですけども、入会受付番号っていうのがね表示されるんですけども、この画面ね確実にスクリーンショットね撮っとくようにしときましょう。というのもですねポイントサイトから移行していけばですねポイント付与ね確実にされるわけなんですけども、もしねされなかった場合ですね調査していただく際にこのね入会受付番号っていうのがね必要っていう風になりますんで、一応ねメールにもおそらく記載ねされているという風に思うわけなんですけども、ここはね大事を取ってスクリーンショットね撮っとくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA JCB カード新規入会とスマリボ登録の設定で1万2000分のねポイントがもらえるということで、かなりねおすすめの案件っていう風になっておりますんで解説ねさせていただきました。でですね2020年12月現在ですね JCB 側でもキャンペーンね行われているわけなんですけども、スマリボの設定というふうになりますので、ちょっとねスマリボを設定してこの JCB のキャンペーンはスマリボを設定した状態でそのキャンペーンで乗るのはかなり危険というふうになりますんで、今回の動画ではですねキャンペーン自体はね割愛させていただいております。そのままね利用してしまうとかなりねとんでもないリボ払いのね請求が来てしまうというふうになりますんで、スマリボ設定したままですねJCB のキャンペーンですね利用しないようにしてくださいね。
でですね、今回のポイントサイトでもらえるねポイント1万2000分のポイントに関してなんですけども、 JQ みずほルートでですね ANA マイルに交換すれば 70% でね交換することができるっていった形になりますんで、またですね一般カードであれば入会ボーナスということでプラス1000マイルがねもらえるっていった形になりますんで、合計ね9400マイルがですねもらえるっていった形になりますんで、一般カードに関してはですね年会費も初年度無料っていう風になっておりますんで、かなりねおすすめっていった形になっております。もしね狙いそうな方はですねぜひね発行してみていただけたらなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。